こちゃん、はい、馬屋岳山頂に来ました。馬屋岳山頂1261m。 猫馬ヶ岳来ました。おめでとう、バンザイ、ヤンヤン。金沢峠、あそこに書いてあります、金沢峠で、その向こうに見えるのはね、会津盆地、まあ喜多方市なんですけど、まあ、ここ第二のふるさとっていうことで来てます。で、この喜多方市にね、そびえる小国山猫間ヶ岳、おいで、もう一個が馬屋岳、五条ヶ峰で、真ん中にあるは小国沼。はい、今日はここへやってきました。山アップスタートします。登山、熊注意ですね、熊注意ね。こっちは湿原の入口で、あそこに見えるは小国沼。今日はね、その周りの山をぐるっと周回してみようかなと思っております。湿原のお花の時はね、前庭花、まあ、日光湿原とも言うんですけど、すごい満開でね、すごく密度の濃いお花畑が見られますね。じゃあ行ってみます。ここから山道やね、ポンちゃん。ポンちゃん、ほら、でかいキノコ、でかいキノコよ。で、そっちにもなんかね、こういうキノコ、硬くてね、なんか食べられる感じはしないね。うん、なんとなく。これはなんか、なんていうの、あの、椎茸のでかいやつみたいな感じだね。ね、大きい。大きいね。しばらくはこの樹林帯ですね、ポンちゃん。樹林帯。うん。ここ分岐ですね。こっちからね、15分行くと、馬屋岳山。馬屋岳？はい。そして、こっちへ行くと、猫石へ20分。じゃあ今日はね、散々制覇なんで、馬屋岳行ってきます。はい。はい、コンプリートや。コンプリート。はい、大国沼コンプリート。ポンちゃん、はい、馬屋岳山頂に来ました。馬屋岳山頂1261m。 はい、はい、今日のね、1段目です。周りはね、今日は残念ながらね、煙っていまして、煙ってなければね、会津盆地が見えるところでしょう。うっすら見えてますね。あ、あそこうっすら、うん、はい、あれね、若松の方面でしょ。あそこに白いあれがあるね。会津村の観音様。まあこういうざっと、まあ草ぼうぼうでね、まあお弁当は食べれるかなっていう、そういう場所ですね。はい。まあそういう感じです。はい。では、戻ります。はい、この、こっちにね、そっちに下山道あるんですけど、そっちに行くとね、磐梯町が。はい、ゴールドラインのね、麓のところに出るんですよ。でも今日はこれからまた猫間ヶ岳行きます。馬屋岳も最後ね、ちょっとこの石ゴロゴロで滑りやすい登りがありますから、ここはちょっと注意が必要ですね。はい、滑らずで、滑らずね、うん、おいしょ、ええ、それ以外はね、まあそんなに危ないところはないみたいで、ないね。またさっきの分岐まで戻って、猫間、あの、猫石を、猫石っていうのがあるんですよ。また後で説明しますけどね。はい、分岐に戻ってきましたよ。はい。
これから猫石へ20分。ドン。猫石20分。行きましょう。猫石はポンちゃん。化け猫伝説っていうのがありましてね。はい。それはね、化け猫さんがね、里に降りてね、娘をさらうっていう、なんかそんな感じのね、さらうらしいですよ。それでしょうがないって言って、お坊さんがね、退治するっていうことで封印したのね。それが石になった猫石、そしてそれが住んでたという猫間ヶ岳、はい、まあそういうことらしいんですけど、そういうことですね。であの石がね、封印された猫、化け猫さん、まあそれをこれから見に行きますね。ここは猫石前の最後の登りかな。ちょっと登っております。ああ、こっちが馬屋岳、向こうは小国沼、そしてこっちが猫間ヶ岳ね、ぼんちゃん、はい、ええということで今日はね、あと 0.6 キロです。猫間ヶ岳、はい、600メーターですね。今日の2歩目、猫間ヶ岳山頂の近くに来ました。わあ、ラポンちゃん、猫間ヶ岳の三角点、ポンちゃん、はい、三角点タッチ、おめでとう。どうも、猫間、猫間ヶ岳、本日2方目、はい、では頂上の方に行ってみたいと思います、はい、もうここからすぐね、と山頂の印。わあ、ポンちゃん、猫間ヶ岳1404メートル、三山の中ではね、一番高いのはこの猫間ヶ岳ですよ、ポンちゃん。はい、猫間ヶ岳来ました。おめでとう、バザイ、ニャン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 、ネッコネッコ。こっちはね、あのアルツバンダイスキー場、こっちがネコマスキー場になってるのね。いきますか。じゃあネコマの岳また来る。はい、ここは先ほどの分岐に戻ってまいりましたね。こっちからね、小国沼方面 2.7 キロの途中にね、小石がすぐそこだと思うんですけど、行ってみましょう。猫間ヶ岳の猫石です。はい、化け猫伝説の封印された猫石、これだあったで、これだ、滑ったで、滑った、あったで、ドン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 、これが猫石、猫石だ。どっから見るとね、猫石かっていうとね、ね、1335メートル。ああ、今日は風が強いので猫石さんですよ。化け猫さんの猫石ね。ここから休憩車まで 2.3 キロ、まだあるね。ありますね。はい、ここから猫石まで 0.5 キロ、 500メーターですよ。結構ありますな、思ったより。
もっと近いかと思ってた。そうやな、1時間くらいか。もう着いた気分だったね。まだまだや。はい、大国沼にね、出る手前に沢がね、一つあってね。はい。この沢を越えて、しばらく行くと、大国沼。ね。この沢音がいいよ。ちょろちょろって。第一の沢かな。上から来ると4番目の沢。で、あそこが大国沼。あのね、反対側の上の方が金沢峠で、あそこからぐるーっと回ってきましたね。はい。はい。この沢の水は多いですね。多いですね。うん。とても。ね、こういう感じです。はい。じゃあ沼の方へ行ってみますね。荒れそうにありません。荒れそうにないな。ここから小国の休憩車っていうね、山小屋みたいなのがあって、無人なんですけど、あと800メートル。ね。はい、で、ここから猫石までは2キロ。合計 2.8 キロで猫石ってことですね。結構それなりに距離ありましたね。うん。ああ、ポンちゃん、この辺は少し紅葉してますよ。赤くなってきたね。ね。あとちょっと、そうね、1ヶ月ぐらいすると、すごく紅葉が進むね。ここは紅葉と沼と沼と綺麗だよね。沼と紅葉がね、あとこれから1ヶ月後ぐらいするとね、素晴らしいよ。この楓なんかも真っ赤になってね、もみじか楓かようわからんけどね。これあれでしょ、漆。もう漆系なんかかな。あ、漆系なんかでしょ、うん、もう真っ赤やね。もう真っ赤。そっちも漆系だ。うん、紅葉がほら真っ赤っか。すごいね。これが真っ赤な秋っていうやつよね。真っ赤な秋。ちゃんが何か書いております。アン・アンド・ポンタ。今、小国休憩車でお昼です。ローソンセレクトですよ、ポンちゃん。ローソンセレクト、うん、追いがつおの風味がふわっと香る鍋焼きうどん。それと今ネギ切ってますね。このね、じゅわーっとふっくらお揚げの関西だしのきつねうどん。美味しそう。うまそうね、うん、これをいただきます。これね、冷凍されてたんだけど、でね、もうお水も何も入れないでね、このまま火にかけるだけで OK なんですよ、ポンちゃん。素晴らしい。便利ね。ね。そうなの、水いらないの。水いらないんですよ。じゃあこれをちょっと作ってみますよ。ほら、開封したらね、これ全部入ってるよ。全部入ってる。うん。これネギ。で、ここに入れて、最後に入れるでしょ。入れる？うん。ポンちゃん、こっちがね、関西風のお出汁の。おはげが大きい。おはげがね、こんな巨大ですよ。ネギも入ってたよ。ネギも入ってましたね。でもネギ持ってきて、今、ポンちゃんに切ってもらいました。切りました。まあ、ネギ増やしてもいいやろ。ネギはいっぱい。な。ね。まあ、コンロにかけました。これで水がね、染み出てくるようになってるね。どっから染みてくるの？ああ。これでも山の上で食べるにもいいんじゃない？ポンちゃん。すごいね。すごいよ。肉も入ってる？肉まで入ってる。ほら。キノコも入ってて、卵でしょ？うん、で、うん、かまぼこ、うん、鶏肉、つみれ、ほうれん草、うん、お揚げ、エビも入ってる。ほら、ポンちゃん、おつゆが出てきたよ。おつゆ出てきた。うん。
いいね、自動だね。なんだかすごいね。いや、できました、こんにちは。湯気立っとる。うん。ちょっといただいてみてください、こんにちは。熱いよ、こんにちは。熱いと思うけど。いただきまーす。うん、うどんさん。うどんさん。熱々。どう、お味は。うん。うん。あ。おいしい。うまい。だしがしっかり効いとる。だし効いとるか。うん、おいしい、あんちゃん。ローソンセレクト。うん。うん、いただきまーす。はい。見えとる。大揚げのね、大揚げいただきます。煙ってました。おいしい。こっちは多分関西風だしな。うん、関西風だしな。香っとる。熱々うまいな。あったかいの食べれると嬉しい。いいね。これうどんね、冬のこの山登りに行くない？これポンちゃん。行く、いい。ここはね、うん、ね、小国休憩車の裏にある水場です。で渡って、今ね休憩車でねうどんをいただいて、最後のコンプリート。小国山へ行きます。だいたい35分くらい。小国パノラマ歩道案内図だそうですよ。はい、向こう行くとね、押し沢。押し沢。押し沢のね、小国せせらぎ歩道って言って、押し沢から、駐車場からぐるーっとここに来るね。はい、で、こっから小国山はね、だいたい30分。ここには40分って書いてありますけどね。1.2 キロ。はい。コースタイムで30分です。30分。はい。早いな。こういう、書いといてくれると。ね。うん。やっぱりこの、正確なね、この距離感ってやっぱり必要ですよね。目安になるしな。うん。はい、行きましょう、こっち。はい。ここはとても整備されていて、いい道ね。今日のコースはね、猫間火山。火山の、まあカルデラというのは違うんですけどね、真ん中はドカーンって吹っ飛んで、へこみができたところにできた沼、小国沼。その小国沼の周りをね、取り巻く、馬屋岳、猫間ヶ岳、そして今最後のね、小国山。この三々コンプリートね、おすすめです。バンダイさんと兄弟やで。同じ時期にできたな。同じ時期できたな。うん、あ、こっちは風がね、今日よ。今日30秒もう少しだからね。行くね。来ましたよ、こんにちは。ここが小国山、小国山山頂一歩手前、山頂、風が強いんでね、どうかと思っちゃったけど、樹林帯でここは風弱まっとるね。はい、小国山登ったぞ。登ったぞ。
じゃあ、ポンちゃん。ポンちゃん。来ましたね。来ました。はい。これ三角点。おめでとう、三角点。よし。おめでとう。おめでとう。おめでとう。グッポ。グッポ。よくやった。よくやったね。散々制覇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 したよ、ポンちゃん。はい。やったね。大山。山頂。ね、鬼沼。散々制覇。制覇。やったね、ポンちゃん。何もね、周りは何も景色は見えません。今日は景色は残念だけど、こっちが北方らへん。うん、これでね、景色良かったらね、この三山制覇のね、鬼沼ぐるっと周遊コース、素晴らしいと思いますよ。ね、ね、これはね、ぜひ花の季節だけではなくてね、やっぱりこれから紅葉も綺麗だし、紅葉もね、春のね、雪解けのね、まだ残雪期もとてもいいんですよ。はい、ぜひ皆さんにも足を運んでいただきたいと願うばかりでございます。アントポット今回は福島県会津小国沼、その周りにそびえる馬屋岳、猫馬岳、そして小国山、ここからさえ降りてね、ラビスパっていう温泉に降りることもできるんですけど、僕らは今回は金沢峠に戻りますね。はい、グッポよろしくお願いします。チャンネル登録もよろしくお願いします。それでは皆さん、また動画の山に行きますので、また見てください。さよなら。アントポイント、皆さんチャンネル登録よろしくお願いします。